はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、スニーカーズの方にね、はい、この間発売されたスクリームとナイキとのコラボのアパレルの方が来てますということで、はい、ちょっとね、改めて、はい、ストック X の方にですね、実はナイキとスプリームのコラボについてのね、はい、過去のアイテムを掘り下げてるような記事がありましたので、はい、ちょっとそのあたりをね、今日は紹介していけたらな、というところですね。はい。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、早速なんですけども、僕らね、最近SNS の方ちょっとね、はい、頑張って更新してますので、はい、Twitter とね、Instagram の方、はい、フォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい、では早速なんですけど、そうですね、はい、はい、ですね、スプリームと、はい、ナイキがコラボしだして、うん、2002年に始まってるんですけど、2002年、はい。はい、まあ今年で言うと19年になるんですけど、はい。はい、今見てもらってるこの記事っていうのは、ストック X の記事で、はい、スプリームとナイキのコラボについて掘り下げてるような内容で、すべては別にまあ網羅してるわけじゃなくて、うん、まあ面白いものだけピックアップしてね、なるほど、書いてる記事があったんですよ。はい、で、このね、今見てもらってるこの記事っていうのは、2019年のものなんですけど、うん、海外のスニーカー系サイトの方で、うん、これプラス、まあ、この間発売されたナイキ SB ダンクと、うん、スプリームのコラボの話を混ぜて、紹介されてたんで、うん、はい、まず、ま、2019年の記事の方からちょっと見ていきたいなと思うんですけど、はい。はい、まあ、最初にね、2002年に、スプリームとナイキがコラボして出されたクズっていうのはこれになるんですけど、なるほど。はい。ナイキ SB ダンクの、まあ、スプリームとのコラボで、まあ、2色発売されまして、まあ、いわゆるエレファント柄のものになるんですけど、うん、これ、ね、説明に書いてあった文章を読んでますと、2002年に、ナイキがナイキ SB 作った時っていうのは、はい、スケートボードのシューズのシーンに参入がすごく遅れてるっていう感じなんですよ。バンズであったりとか、DC シューズの方が、そういったね、占領してたじゃないですけど、だったんで、まあ参入としてはまあ、なんていうか遅い感じなんですけど。後発だったり。ああ、そうなんですよね。ただね、このスプリームとのコラボによって話題になって、うん、でね、まあ、ナイキにとってはそれが完璧な動きだったっていうふうに書いてたんですけど、うん、19年の時点の値段なんですけど、はい、まあ、あくまでもストック X 調べなんですけど、はい、大体ね、60万か70万円ぐらいになってるんですよね。そうですね。すごいっすよね。はい、まあ、これがちょっと始まりと言いますか、はい、いう感じでまず紹介されてまして、次にですね、まあこれね、最近発売されたナイキ SB ダンクの元ネタといいますか、そうですね、になってるようなデザインのものになるんですけど、うん、ナイキ SB ダンクハイで、スターマークの、まあこの3つがですね、100ドルで発売されて、すぐに完売したものになるんですけど、うん、これも結構な値段ついてますよね。そうですね。はい、4,990ドルから、まあ色によっては、6,400ドルまでついてるという感じ、はい。まあこれ一番低い値段の、書いてあるのと、19年での記事なんで、もう少し値段上がってると思うんですけど、そうですね、すごいですよね。100ドルに対してこれですからね。はい。まあ、以前にも話したんですけど、エアジョーダン1ハイ OG で今年の後半に、スプリームとのコラボで、このスターマークを用いられているものも発売するんじゃないかっていう話があったんですよね。はい。で、それ以外にも、それが出るかどうかわかんないんですけど、エアジョーダン1ハイ OG でスターマークが入ってないもので、2足、スプリームとのコラボで今年後半発売するかもしれないというリークもまた出てきているんで、その辺また情報が終わればこちらご紹介したいと思うんですけど、はい。続いて、まあ、ナイキ SB ブレザーですね。これ2006年に発売されたものですね。そうなんですよ。はい。まあ、こういった赤色もね、キルティングのものであったりとか、発売されてるんですけど、うん、これね、ストック X の記事読んでますと、KSB ブレザーに関しては、はい、まあ、シチューシーであったりとか、うん、フューチュラとのコラボがあった中、プリームが、まあ、こういった形でコラボしたものになるんですけど、うん、まあ、これ80年代の、落とし込んでるようなものになってまして、はい、まあ、キルティングであったりとか、ちょっとリアの部分見てもらいたいんですけど、ゴールドのね、こういったプルトップが付いてるようなものになってるんですけど、はい、これも結構な値段ついてますよね。そうですね。はい、まあ、安いものだと、2150ドルから、すごいっすね、はい、まあ、高いものだと、はい、白になるんですけども、5000ドルと。そうなんですよね。はい、まあ、これ3足リリースされたものになるんですけど、うん、はい。続いて2007年に発売された、はい、スプリームとナイキベースボールジャケットですね。あ、そうですね。はい、これ、ストック X の記事の説明書いてあったんですけど、はい、同じく同時期に発売されたナイキトレーナーの靴よりも、うん、こちらのね、ベースボールジャケットの方が人気があったっていうことが書かれたんですけどね。あ、そうなんですね。スニーカーよりも、アパレルの方が求められる傾向があったっていうような記事だったんですけど、はいはい。はい、まあこれ、ブラック以外にも他のカラーもあるんですけど、はい、こちらの方がね、まあ、スニーカーよりこちらの方が話題になったっていうのが書いてましたね。なるほど。はい。はい、続いて2012年に発売された、はい、スプリーム、ナイキ SB ダンクローですね。この有名な。これはね、2002年に発売されて、先ほど紹介させてもらった、うん、ナイキ SB ダンクとのスプリーム始まりが2002年だったんですけど、はい、まあ10年ということで作られたモデルで、はい、2002年に発売されたモデルの、まあ、復刻にするんではなくて、カラーを変えての発売といいますか。2050ドルと。すごいっすよね。はい。はい、
で、続いてなんですけども、2014年の、ナイキホームポジットのコラボですね。あ、そうですね。はい、ね、これはナイキスリーダンク以外にも、うん、スプリームがコラボしてる靴っていうのは、まあ、フォースであったりとか、はい、モアデンとかもあるんですけど、そういったものはね、ちょっと今回、ここのストック X の企画からは外されてまして、うん、このね、ホームポジットが選ばれてるかと言いますと、はい、他のね、ナイキブランドのものを、スプリームが補強しようとしたっていうことで、うん、まあ、選ばれたモデルではあるらしいんですけど、あ、そうなんですね。はい、これね、以前発売されたピジョンダンクの柄に似ているっていうのもあるのと、あとね、これ発売された時に、ニューヨークの店舗の方で行列が出すぎて、うん、交通にね、なんかちょっと障害があったらしくて、警察が来て結局ね、発売だと、オンラインになったっていうものになるんですけど、はあ、まあ、こちらはね、少しだけ値段がついてまして、赤い方が950ドルで、はい、黒い方が、1020ドルですね。はい、まあ、大体10万円超えぐらいですかね。そうですね。はい、これ、カイナネさんの知り合い履いてませんでした？履いてましたね。このブラックの方ね、履いてました。そうですね、はい。ブラックにこのゴールドの模様履いてたんですけど、うん、はい、その子はね、この後紹介するエアジョーダン5の、はい、シュプリームのコラボの迷彩を確か持ってましたね。ああ、そうなんですね。はい、はい、続いてなんですけど、シュプリームとナイキエアジョーダン。はい、これは5になるんですね。そうですね。はい、これなんです。これ記事面白かったんですけど、エアジョーダン5で、まあ、話題にはなったんですけど、うん、このエアジョーダン5とのコラボよりもその時発売された、まあ、ジョーダンが昔着ていたようなアパレルからですね、インスパイアを受けたアパレルをいくつかスプリームとのコラボで発売しまして、はい、まあ、ジャケットであったりとか、うん、T シャツの方がそのエアジョーダン5とスプリームのコラボの、まあ、定価に対してのなんていうんですかね、プレイの率といいますか、はい、っていうのがジャケットであったりは T シャツの方が高かったっていうことを書いてありましたね。ああ、そうなんですね。先ほどアパレルの方が一緒に発売されたスニーカーよりも人気が出た傾向があるっていう話してたんですけど、うん、まさにこれがそんな感じといいますか。まあ、はい、アパレルの方が単価安かったりもしますから、ね。ああ、そうですね。はい、はい、まあ、ジャケットの方はこれ今見る限りでは10万超えしてるんですよね。そうですね、はい、で、この T シャツの方がだいたい2万円ぐらいだと思うんですけど、うんうんうん、はい、っていうふうに書いてましたね。はい、はい、続きまして、2018年発売の、はい、シュプリームとナイキと、あと、まあ、NBA のコラボ、ね。ああ、そうですね。はい。はい、まあ、書いてたんですけど、まあ、NBA の選手が単純にシュプリームが好きっていうのと、うん、まあ、シュプリーム自体がバスケットボールが好きということで、はい、まあ、ということを踏まえて出た、まあ、コレクションといいますか、はいはい、はい。と、はい、いうことで紹介されてましたね。うん、はい。これはジャケットがすごい値段高くなってるんですね。あ、そうですね。今値段見てると、1300ドルなんです、ね。すごいですよね。はい、あ。はい。NBA の選手でね、ふくらはぎにシュプリームって入れ墨入れる人いましたよね。ありましたね。はい、確かにね。そのこともね、ストック X の記事に書いてました。はいはい。はい。まあ、こういったものがあったということなんですけど。はい。でね、ストック X の記事っていうのは、ここで終わってるんですけど、はい、というのもね、2019年の企画の話なんで、はいはい、はい、で、海外のスニーカー系サイトはこの記事を踏まえて、うん、まあ、この間発売されたナイキ SB ダンクのことを、ね、書いてたんですけど、はい、今ストック X でのね、値段っていうのをこうずらっと見てもらうんですけど、もう10万超えてますよね。だからとんでもない値段になっ てますよね、はい。日本のアフターマーケットでも普通にね、12、3万してますもん。そうなんですよ。はい、ブラックが一番人気かなと思ってたんですけど、うん、海外のある地域によっては、うん、このね、グリーンのカラーが一番値段高かったとかしてましたけどね。そうですよね。はい、もう10倍ですよね、これね。すごい人気ですよね。しかも、ゆっくりこの値段になったわけじゃなくて、最初からこんな値段でしたよね。そうです。アフターマーケットも。そうなんですよ、そうなんですよ。はい、今回ね、スニーカーは着てないですよね。着てないです。アパレルのみなんですよ。着て欲しかったんですけどね。はい、パフジャケットであったりとか、ニット帽であったりとか、はい、まあ、スライプ柄になってるナイキとシュプリームのコラボのシャツであったりとか、うん、今回着てるんですけど。そうですね。はい、まあ、ナイキスビダング着て欲しかったなっていう感じですかね。そうですね。まあ、はい、エンペラータイム中なんでね。そうですね。はい。まあ、アフターマーケットの値段見る限りはちょっと手が出ないんで。そうですね。そうなんですよ、ね。明日ね、はい、スニーカーズの方で、ナイキとシュプリームの方のね、アパレルの方発売がある、そうですね。いうことなので、はい、まあ、気になる方はまずチェックしていただけたらなというところと、はい、まあ、こんな感じでね、はい、まあ、ストック X だったりとか、他のところでも扱っているような、はい、なんか面白い記事あれば、あ、そうですね。それでもまた紹介していけたらなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。海軍です。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.